はいどうもこんにちは。ゼずいこです。それでは今回なんですけども、みんなの銀行デビットカード携帯電話料金の支払いで毎月20%還元ということで、今回はみんなの銀行についてですね。この動画ではみんなの銀行がかなりお得なキャンペーンを発表しまして、普段からですね、スマートフォン使ってる方が結構お得になる情報ですので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ではですね、本日発表されたキャンペーンがこちら、携帯電話料金をみんなの銀行デビットカードでお支払いいただくと、毎月20%還元ということで、これ結構えげつないですよね。毎月なんですよね。で、キャンペーンの期間なんですけども、来月からとなりまして、2021年の10月1日から、2022年の3月31日という、なんと半年間ですね、毎月20%還元という結構えげつないですね。 ではですね、今回のこのキャンペーン、しっかりとね、ちょっと詳細を一緒に見ていきましょう。いろいろと押さえていただきたいところではあるんですが、まず今回のお題の通りですね、毎月の携帯電話料金をみんなの銀行デビットカードでお支払いいただくと、キャンペーン期間中に毎月支払額の20%をプレゼントするキャンペーンを実施いたしますと。で、みんなの銀行デビットカードで、毎月の携帯電話料金がお支払いいただくことをご存知ですかとこれ全然僕知らなかったですね。みんなの銀行では毎月の携帯電話料金にも利用額のなんと0.2% 1%還元、これちょっとびっくりでした。プレミアム会員は1%還元をキャッシュバックしています。この度さらにですねお得を実感していただく機会として本キャンペーンを実施いたしますと、今回このキャンペーンとツイッターのキャンペーンもあるみたいです。でこのキャンペーンの開催期間は10月1日から3月の31日までの約半年間と。 で、ここをまず押さえておいてほしいんですけども、本キャンペーンは開催期間中であっても、予算が上限に達した等の場合、予告なく変更または終了する場合がありますということですので、ちょっとね、まあ、この手のキャンペーンに関したら、大体ね、変更されることもたまにあったりするので、ここもね、頭に入れておいてほしいところでもあります。 キャンペーンの内容として、先ほどお伝えした内容、プラスアルファで、プレゼント額の上限は、なんと毎月5000円までと、これ結構えぐってないですね。噛んじゃったんですけども、どれくらいえげつないのかと言いますと、いわゆる上限が5000円なので、5000円割ることの0.2なんで、2万5000円分使ったら上限に到達すると。まあ大体、大手キャリアとかね、利用されてる方がいらっしゃれば2万5000円って、なんちゃかんちゃいく方ももしかしたらいるかもしれないんですが、最近はね、かなり携帯電話料金も安くなってきてるとこではあるので、 で、ほとんどの方があまり到達しないのかなというふうに思うんですけども、それはそれでもやっぱり5000円ってすごいですよね。そして適用される条件、ここまでしっかりと読んでいただきたいとこではあります。まず、みんなの銀行の普通預金口座、そして、みんなの銀行のデビットカードを持ってる方ですね。もう解説したらほとんどの方もデビットカードを持ってる方いらっしゃると思います。一応過去動画でも解説してるので、まだね、発行されてない方はこちらを参考にしていただければと思います。で、期間中にみんなの銀行の普通預金口座を新規解説して、みんなの 銀行デビットカードを発行された方の本キャンペーンの対象になるとそして本キャンペーンの対象となる通信業者の携帯電話料金をみんなの銀行デビットカードで支払いいただいた方なのでとりあえずね持ってない方は解説して保有するとそした後にまあ支払いに当ててくださいということですのでまあ、至ってシンプルですねでキャンペーンの対象となる通信業者での毎月の携帯電話料金の支払い方法としてみんなの銀行デビットカードを登録いただく必要がありますと出てますなのでねこれは使ってるキャリアとかによっては 支払い方法の変更方法変わってくるかと思いますのでこれはねご自身でちょっと調べてみてくださいそしてですね今回のポイントとなります対象となる通信事業者携帯電話キャリアということで まず、ここに出てるように、NTT ドコモ、そしてなんと今回、アハも含むと、これやばいですよね。au、そしてポボも含むと、で、ソフトバンク、で、なんと LINE も含む、で、UQ モバイル、ということなんですけども、何かちょっと抜けてるような気がするんですけどね。僕が使ってる携帯キャリア皆さんご存知でしょうかそうなんですよ。 y イモバイルなんですよね <laughs>。そうなんですよ。y イモバイルがなんとこの中に含まれてないんですよね。まあ、y ワイモバイルといえば、やっぱりね、この au が入ってるのであれば、u q モバイルソフトバンクが入ってるのであれば、ここら辺にちょっと y イモバイルって書いてほしいとこではあるんですけども、なぜかそれはちょっと記載されてなくて、お前、思わず、ツイッターで、ん y イモバイルはと思っちゃったんですけども、まあ、ちょっとたまたまなのかわかんないんですが、まあ、一応ですね、これが発表された時に、y イモバイルが入ってないことにすぐ気づいて、みんなの銀行側にですね、一応メールで問い合わせをしているので、 分かり次第ですね、この動画のコメント欄固定コメントとして残しますので、お返事が書いてくればそちらをですね、追記したいところではあります。 けどいいですよねアハモとかポポとかラインモとか元々のね携帯料金もかなり安いのにそこからさらに20%分安くなるってめちゃくちゃやばいですよねしかも半年間っていうでさらにね元々料金が高いどこも au ソフトバンク使ってる方からすればね大変助かるのかなというふうに思いますで支払い方法の設定に関したらねそれぞれねウェブサイトで確認してくださいとで携帯電話料金の支払い時の注意点として毎月の支払いとして設定する場合お客様の利用と異なるタイミングで引き落としされることがあると。 おし払い方法として設定後は 各通信事業者の引き落とし日、目安を確認した上で、引き落とし日まで口座へ入金くださいということですね。まあだけど、とりあえずね、まあ自分が使ってる料金あたりを、もうなるべく早くね、入金しておくことがいいのかなと思います。まあちょっとね、手間かかるとこではあるんですけども、余裕を持ってすればね、滞こりなく決済できるのかなと思います。で、プレゼントされる時期に関したら、ここに出てる通りでございます。10月分に関したら、2ヶ月後の12月の上旬。残りも同様に2ヶ月後にプレゼントされるということですね。でプレゼント される方法としてお客様が保有するみんなの銀行普通預金口座オレットに入金いたしますとで明細としたらデビット差額入金として入金がされるということですのでもしね入金された場合に関してはセブン銀行 ATM とかを使って手数料0円でも出金することもできますんでまあ、入れたままでもいいと思いますしそのまま使ってもいいと思いますで登録方法は特にね参加登録不要ですので誰でも気軽にね参加することができるとでですね今回のこのキャンペーンの中でちょっと注意点としてこの画面下に下がっていただくとこのキャンペーンに関する注意 事項ということでここにいろいろ出てますしっかりとここもぜひ読んでいただきたいところではありましてまずは本キャンペーンの対象となる携帯電話料金のお支払いが複数回あった場合は 合算して月額合計の20%のプレゼントということですねそしてプレゼントの上限額はお一人様毎月5000円までとあとここも大事ですね複数の通信事業者のお支払いまたは複数回線のお支払いがあった場合でも毎月のプレゼント上限額はお一人様5000円までですとなので複数回線持ってる方でもねこれ結構お得なのかなと思いますねあともう一つここキャリア決済ですねキャリア決済に関しては前回の動画でもお伝えはしてるんですけどもキャリア決済携帯で 電話料金と合算で商品などの代金を支払うことのできる決済サービス。 ご利用分などが、投稿が定める一部取引に関したら、本キャンペーンの対象外となりますと。対象外のお取引は予告なく変更となる場合がありますということで、これどういったことかと言いますと、まあ先ほどもお伝えした前回の動画っていうのが、ソフトバンクワインバイルまとめて支払いなど、あとはドコモで言うとドコモ払いとか、au 簡単決済、まあここら辺あたりがキャリア決済に入ってくると思うんですが、そういったソフトバンクまとめて支払いを使った場合に関したら、まあ対象外となりますので、これが入ればね、20%関係めちゃくちゃでかいなっていうふうに思った ですがこの部分は対象外となりますので、まあ、普段からねソフトバンクまとめて支払いとかドコモ払いとか au 簡単決済使われている方はですねこれに関しては対象外ということをしっかりと覚えておいてくださいあとここも大事ですね残高不足で引き落としがなかった場合はキャンペーンの対象外と事前に普通預金口座に入金お願いしますということですので、まあ、ある程度ねご自身が使う目安ってわかってる方はもう先に入金しておくのがいいと思うんですが毎月毎月に、ね、入金されてる方が とりあえず、まあ、引き落としされる日程などを抑えた上で、早めにね、入金しておくことをお勧めします。まあ、今までね、クリストカード連携して、自分が持ってる口座に勝手に引き落としされてるっていう方が多かったと思うんですが、今回のこのキャンペーンに参加することによって、いわゆる余計な動作というと、まあ、言い方変なんですけども、余分な動作っていうんですかね。それが入ってくるので、この部分はかなり気をつけておいた方がいいかなと、個人的にちょっと思ってるとこではあります。そして、ツイッターのキャンペーンに関したらね、ここに出てる通りということでございますので、もしね、ツイッターされてる方はですね、 こういった方法で参加してみてください。でですね、みんなの銀行のデビットカードの情報を確認するためにはですね、このトップページからですね、上にスワイプをしていただくと、こんな風にですね、メニューが出てきます。その中にデビットカードを使うっていう項目があるので、ここをタップすると、デビットカードの情報が出てきますので、名義人であったりとか、カード番号とか、セキュリティコード、有効期限、こういった風にですね、タップすれば簡単に情報を確認することができますんで、この情報を元にですね、携帯電話料金の支払い元に今設定をしてみてください。まあ、通信業者によってね、 ですね、設定方法いろいろ変わってきますんで、まあ、これはね、事前に押さえておいた方がいいと思います。ではですね、今日お伝えしたことをまとめると、みんなの銀行デビットカード、携帯電話料金の支払いで毎月20%還元というキャンペーンでございまして、キャンペーンの期間は10月の1日からスタートしまして、3月31日までの約半年間の間に20%還元ということで、特にね、規約が変わらない限りは半年間分で20%分還元されます。で、上限なんですけども、毎月5000円というね、なので毎月2万5000円利用することに 上限に到達しますで、キャンペーンに参加するための条件、至ってシンプルで、みんなの銀行の普通預金口座を返せず、その後に、みんなの銀行のデビットカードを保有すること、これ、サクッと作ることができます。 で、対象となる通信業者なんですけども、みんなの銀行のデビットカードで支払うのは、NTD ドコモ、そしてアハも、AU、ポボソフトバンク、LINE も、で、UQ モバイルっていう、これに出てる通りでございます。残念ながらね、僕が使ってるワイモバイルは入っておりません。で、他にもですね、いろいろ注意点はあるんですけども、キャリア決済、ソフトバンクまとめて支払いとか、そういったものは対象外であったりとかプ、プレゼント額の1円未満は切り捨て、で、複数回線の支払いも1人5000円までということでございますので、ここも気をつけておいてください。で、プレゼントされる時期、 にに関しててもここに出てる通りでございますのでスクリーンショットなどを撮ってておいいくださいまあ、そんなこんなで今回はみんなの銀行で毎月20%分のね、携帯電話料金が安くなるというキャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、正直このキャンペーン発表されてめちゃくちゃびっくりしたんですけども、やっぱりね、ちょっと Y モバイルが入ってなかったので、そこはすごいショックでございます。まあ、僕のね、携帯電話料金、現時点ではまだ1500円ぐらいなので、まあ、それはそれでかなり安いので満足はしてるんですけども、できればね、キャンペーンに参加したい ところではあったので、何かの手違いでちょっとあってほしいところではあります。あとね、ここ最近は楽天モバイルのねユーザーの方もかなり増えてきてはいるので、それもねちょっと入ってなかったもん。ちょ個人的にちょっとびっくりしましたね。まあぜひですね、このキャンペーンに関して思うことがあればですね、コメント欄書いていただければと思いますし、先ほどお伝えしたワイモバイルのね問い合わせについての回答が来ましたら固定コメントこの下のコ固定コメントとして追記をしますので、おそらく2、3日かかるかと思いますが、そちらもねぜひまた確認していただければと思います。キャンペーンのリンク あと過去の解説動画もリンク概要欄に貼っておきますので、またね、詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。